新井監督につけられた別称7000。つらいさん、FA 権の更新の際つらいです。カープが好きだからと男泣きしてしまったため。つらげ、新井監督の月通の別称。ヘッドスライディング、新井監督のヘッドスライディングの別称。犠牲つらい、新井監督の犠牲フライの別称。つらげい会、広島電撃復帰の際に広島選手により行われた歓迎会、その名も新井さん、どの面下げて帰ってきたんですか会の略称。新井役、プロ野球選手の弟の登録名が新井亮のため、恐怖の内野、2002年のカープの内野陣がロペス、ディアス、東で、新井だった。英語、スペイン語、日本語、新井と言語が全て異なり意思疎通は不可能とされていた。東出が英語とスペイン語を勉強して形にはなったが新井とは最後まで意思疎通は取れなかったとされている。他にも知っている人はコメント欄で教えてね。野球好きの方はチャンネル登録をお願いします。